ここはどこだ。覚悟。女、何の真似だ。まあ言いたくなきゃいい。女に恨まれるのは慣れっこだからな。ただ一つ言っておく、今度同じように切りかかってきたら、その時は殺すぞ。ここにいる10人はそれぞれがペアになっているようだな。確かに言われてみればそうか。つうことは俺の相手はあの変な女か。お前とあの女はペアという感じではないが、知り合いではないのか。見たこともねえよ。俺はギャリック、こいつはアルト。俺たちは同じ騎士団の仲間だ。城攻めの最中、急に夜が来た。敵も味方も凍りついたように動かなくなったと思ったら、ここにいたというわけだ。ま、俺も似たようなもんだ。ペアの件も含めてこの状況、いろいろと興味深い。何が興味深いだ。めんどくせえだけだぜ。そうか、めんどくさいか。俺は日々の生活にも若干飽きていたところだな。気づいてるか。ああ、誰かに見られているな。おそらく俺たちをここに招待したホストだろう。ただのパーティーに呼ばれたというわけではあるまい。何を言ってくるか楽しみだ。いくら切られそうになったからって女性相手にいきなり剣を向けなくても。つまらない争いをしている場合ではないだろう。まず今の状況を正確に把握すべきだ。俺に言うな。あの女に言えよ。あなたは僕たちの国の民ではないようですね。それとも僕たちがあなたの国に連れてこられたのでしょうか。こっちが聞きてえよ。何がなんだかさっぱりだ。太陽の神ケイア、月の神オマリ、二人の神々が交わるとき、世界は終焉を迎える。まさに伝承の通りと言いたいところだが、何かがおかしい。ああ、俺たちは確実に生きている。それにこのじっとりとした圧迫感、間違いなく殺気だな。今度こそ全てを終わらせる。ええ、終わりの始まりなんてもう二度と迎えさせない。父様は、母様は、他の従者たちは、私たちはどうなってしまったのですか。落ち着いてください、マナ様。幸い死んでしまったわけではなさそうです。ここはどうやら異国の様相、私たちは神隠しにでもあったのかもしれません。神隠し、急に夜が訪れたことと何か関係があるのでしょうか。わかりません。ただこれだけは言えます、ここは非常に危険な場所。あたりに尋常ではない気配を感じます。アユタ、大丈夫。マナ様は命に代えても必ずお守りいたします。
おい女、お前俺と同じ国の人間だな。何が起きたかわかるか。昼なのに空が真っ暗になったところまでは覚えてるんだが。だんまりかよ。まさかお前が俺をここに連れ込んだわけじゃねえよな。私じゃない。でも私の思いがあなたをここに導いたのかもね。はあ、なんだよそれ。また会えて嬉しいわ、エッシャ。なぜ俺の名を知っている？ちこいつじゃ話になんねえ。各大陸から救護されし最強の戦士たち。なんだ？人間？いや、違う。こいつ、一体何者だ？我が名は大弁士。エッシャ、ミュシャ、シャモン、イルカ、アイルト、マナ、ギャリア、アルト、そしてオーガ、バティ、ロツイの超人たち、真の戦士を決する闘技。これよりお前たちには命を賭して戦いを。命を懸けて戦うだと。お前たちは二人で生き延びして、隣の者はその道を共にするパートナー。無論ただで戦えとはいかない。最後まで残ったペアには不老不死の肉体を与えることを約束する。不老不死ペア？まさかこいつと？アルカアレーナへの参加を拒否することはできない。また我が戦いを告げるとき以外での争いも知り、いずれも破ることがあれば死をもって償ってもらう。その前に答えろ。ここはどこだ？どうして戦わなければいけないんですか？質問に答える必要はない。戦えと言われて正直に殺し合う馬鹿がいるか。お前を殺してここから出る。その方が手っ取り早い。戦いに参加する意思なしと理解すれば。いや、戦う意思はある。ただ俺の戦う相手はお前だ。戦士では、アルカアレーナに戦う資格はまだ得ている。アルカアレーナに参加するためにはこの扉の外から指輪を持ち帰り身につけること。それが印となる。指輪だと？なんでそんなものを？
いずれにしても従わなければ殺される。それだけは確かだな。とりあえずは言うことを聞いた方が良さそうですね。
覚悟はできてるんだろうね。私は私の目的のためにあなたたちを犠牲にする。やっ、いいね。勢いのまま振り切る。これで最後。面白い。私にこびりついた死の匂い消えないな。手加減したのにもう死んじまったよ。
勢いのまま振り切る。そんな動きで逃がすかよ。邪魔なんだよ。迷わない。めんどくせえのは嫌いなんだよ。さっさと終わらせようぜ。しんどけ。さっさと終わらせ。これで最後。私にこびりついた死の匂い消えないな。邪魔なんだよ。動くなよ。行くわよ。これで最後。私にこびりついた死の匂い消えないな。勢いのまま貫く。前を見据えて踏み出す。はっ。せよ。手加減したのにもう死んじまったよ。邪魔なんだよ。私だってせっ。そんな動きでしんどけ。前を見据えてせよ。この罪から目をそらさない。
覚悟はできてるんだろうね。私は私の目的のためにあなたたちを犠牲にする。精神を隔つ壁よ。よっしゃ、いてつけ。覚悟はできてるんだろうね。私だって精神を隔つ壁よ。よっしゃ、おりゃ。てめえもついてねえな。譲れない大切なもの、守りたいから。精神を隔つ壁よ。よっしゃ、邪魔なんだよ。私は私の目的のためにあなたたちを、精神を隔つ壁よ。よっしゃ、エッシャー行くわよ。ごめんなさい。いいね。見かけ倒しだったな。諦めるな。
気に入らねえな。痛みは迷わない。可愛げなんてとっくに捨てたわ。てめえもついてねえな。私は私の目的のため。動くなよ。私だって邪魔なんだよ。譲れない大切なもの。やっ、逃がすかよ。認めたくはないけど。せよ。私の中で何かが。エッシャー、私。てめえもついてねえな。私だって一手つけ。なめんな。仕方ねえな。
さっさと終わらせようぜ。はっ、エイちゃん行くわよ。動くなよ。この勢いのはっ、まだ諦めるなよ。ごめんなさい。この胸にくすぶる確かな思いを。てめえもついてねえな。私だって捕らえた。動くなよ。そんな動きで邪魔なんだよ。私は私の目的のた、はっ、はっ、私だって、邪魔なんだよ。私だってせっ、何うわっ、覚悟はできてるんだろうな。痛みは、はっ、けこの程度。覚悟はできてるんだろうな。もう私は引き返せ。よし、何？くそ、手間か。黙って消えとけ。めんどくせえのは嫌いなんだよ。
てめえもついてねえな。私だって少しでも早く。おりゃ。ミューシャ、遅れるなよ。精神を隔つ壁よ。入った。いてつけ。覚悟はできてるんだろうね。譲れない大切なもの、守りたいから。精神を隔つ壁よ。覚悟はできてるんだろうね。エッシャー、攻撃は任せたわ。再生の力よ。ここからよ。入った。さっさと終わらせようぜ。永遠をもたらす霊気よ。エッシャー、あなたはいつもこんなことを。